東京地検特捜部の捜査スキームの中で、お話の中で、これスキームと呼んでるのはそれを使ってんじゃねえかということね。例えば大塚さん側からこれを告発、誰が出したかわからないっていうね、これは私ライブ配信で私がやったかどうかは、それ肯定もしませんし否定もしませんって言ったんですよね。でそれ言ってる時は、立花さん、堀江門新党が、変わる前だから、ね、前だから、だからね、それ濃厚になってくる前の話ですからね、世間に対して立花さんに対してこう匂わすやつをやってた。でも今は何を愛しんでるかっていうと、その誰が出したかわからないの出したやつはね、大塚さんサイドが出したんじゃないかと考えるわけ ね。そしてそれを考えさせようとしてるんじゃないかって思ってるわけ、立花さんにね。でももう遅いけど、もうプロレスだっていうのは分かってるから大塚さんがプロレスだって分かってるからっていうか、今そのスキームを検証していく、ね、でそれをその精神がなぜ出てくるのか、ね、これ私の生い立ちを話していかないとちょっと理解できないんですよ。この大橋正信と上杉隆が、プロレスに参戦してんじゃないか怪しいですよっていうふうに考えるのと、東京地検特捜部に対してどういうことをやっていったのかっていうのを考えるにあたって、私の NHK との戦いを、知らないといけないわけで、 N 神の多くは立花さんを盾にして後ろに隠れてる卑怯者たちでしょね、ほとんどの何十万人という人たちが卑怯者なんですよ。 NHK と戦ってこないわけでしょ。だから私の NHK と戦ってきたこの二十何年間の、そんな大層なもんじゃないですけど、最初は映るんですを置いたっていうね、立花さんより全然早くやってるけど全然しょぼいでしょ。だからまた来るわけですよ。でその次がテレビデオ事件ですよ。テレビデオはね、あなたが持ってるものがテレビデオであれば契約しなくてもいいんですけどね、でアンテナケーブルがないというんであればテレビデオだったら契約しないといけないんですけど、アンテナケーブルが仮になくてもね、テレビとビデオだったら NG ですよって言った。これ2001年から2004年っていうふうにしましたが、ちょっと今考えてみたらレオパレス事件っていうのがあってね、レオパレス事件は一番最初に多分気づいたのは私じゃないかな、多分2003年ですからね、違和感に気づいたの2003年ですから、レオパレス事件っていうのが2003年だから2001から2004年じゃなくて多分2003年より前だと思うんだよね。で F ケーブル事件っていうのがあって、ね、テレビデオだと契約しなくてもいいですよ、テレビだけを持ってるということになんないから、テレビデオだからあなたの持ってるのはテレビじゃなくてテレビデオでしょって言ってくるわけね。でテレビとビデオで何が違うんですかっていう、機能的には一緒でしょって言った時に、これは聞いた、私これやられたなと思ったな、あ NHK も学習してくんじゃないかなと思ったな、ね、あなたの持ってるゲーム機何ですかっていう確かね聞かれたと思うんだよね。それでねファミコンとかで適当に言ったと思うんだよね。実際はファミコンなかったわけ、もう2001年だからファミコン多分なかったと思うんですよね。でビデオも、ビデオも、その当時はかなりダブルチューナーとかね、もうすでにあるダブルチューナーっていうのは裏番組を撮れるっていうやつね、私はだから撮らないからテレビ見てないからこの時にね、だからダブルチューナーのも何もいらないの、ビデオが欲しかったわけで、ツタヤとかに行って、その当時ゲオなかったと思うんですけど、ツタヤとかに、行って、そしてそれ借りてきてビデオを見るとかね。でゲームがプレステだと思うんだけどね、だからプレステっていうのは、ビデオのやつなんですよ。でもファミコンって確か言っちゃったような気がするんだよね、持ってないけど、いやファミコンとか何でもいいでしょみたいなね。そしたらF ケーブル事件が勃発したんですよ。これ F ケーブルっていうのは多分ファミコンの初期の1980年代ぐらいにファミコンを接続したことがあると人だったら分かるけど、テレビと接続するのはね、ビデオ信号、ファミコンのビデオ信号を一旦、地上波アナログの信号に変調をかけて、送るわけ。でそれをチューナーを通してテレビで映すっていう、ね、今考えればねすごいなっていう、すごい任天堂すごいなと思うんだけど任天堂すごいなって思うんだけど
ね、花札の会社ね、任天堂すごいなと思うんだけど、だからそういう形でテレビを活用したわけ。テレビを活動するときに、その初期の頃っていうのは1980年代っていうのはビデオ端子っていうのがないので、ビデオ端子っていうのは2つぐらい企画できたのかな、もっとあるかもしれないけど、 S 端子っていうやつと、あとは黄色と赤と、赤と白と黄色のやつ、黄色のやつね、映像で白と赤が、あの音声のステレオのやつね。でなんだけど、当時のファミコンっていうのは、ファミコンから出てきた白いやつで、ファミコンから出てきてるやつがそのね、あのテレビの放送の、変調と同じやつが乗っかってるんで、それをチューナーにかけて、例えば1チャンネルとか NHK のチャンネルを確か使ってNHK のチャンネルね、これ民放じゃなくて NHK の1チャンネルか2チャンネルの選択できて、そのチャンネルで、受けさせてチューニングして、画面に表示させるという方法を取ってるわけ ね。だから F ケーブル持ってんでしょっていうわけNHK の人がね。でその当時、今どうか分かんないんですけど、その VHF から私はそのビデオケーブルでやってたはずなんですよ。赤、黄色と赤と白のやつね。だからそれあっても、受信できないんですけど、そこもね、当時のビデオのそのビデオを再生したやつを、F ケーブル出力し、そして F ケーブルで出した出力をテレビのチューナーで、受信させ、イメージ的には受信させ、そして、変換するという、そういう、なんかそういうやり方もあったと思うんだよね。だから F ケーブル持ってれば、それは、そのね、使う用途としては、そのファミコンとか VHF じゃなくて、アンテナ端子に刺せば見れるでしょっていうわけね。しかもアパートだから、この当時ね。で、アパートだからと、共用のその線を引かれちゃってるもんだから、もうすでにね。アパートに引かれちゃってるもんだから、F ケーブルありませんっていうのは通用しなくなるわけ。ね。で、F と S、当時 F ケーブル持ってなかったんだけど、ね、ファミコンとかなんかって言っちゃったと思うんで、そこでかなりやり込まれたのね。かなりやり込まれました。これ20年ぐらい前の話ですよ、これ。ね。その後、レオパレス事件があるので、それレオパレスに入ったのが、確か2003年なんで、だから2003年です。多分、より前。ね。最初の戦いは映るんですです。映るんですというフィルムカメラの使い捨てカメラをアパートの上に置いたのが2001年の5日。で、そして、5日って5日じゃないですからね。どこかの日、ということです。で、その次が、テレビデオ、事件。その次が F ケーブル事件というのがあって、で、その後にレオパレス事件につながるんですけど、ね。そこでもう大体決定的になっていくんですけど、まあその3まで来ると何をやってるかっていうと、私の生い立ちの中で NHK との戦いをやってるわけでしょ。ね。これこの頃だって彩香がその NHK 子供ニュースかなんかに出ていた時なんじゃない、わかんないけどね。で NHK から金もらってる時でしょ。ね。この辺を理解していけば、なぜ大津彩香さんにしたのか、ね、なぜプロレスだと思うのか、なぜ、大橋正信とか上杉隆が怪しいのかね。あと東京地検特捜部のその話が出てくるのが、何なのかね、大体分かってきます。まあそのほぼ全てが今となってはね、私とか高澤さん向けに作られたものじゃないかと思い始めてるわけ。だからそれのためには NHK と私が対峙してきたこの20年間のその歴史を振り返っていかないと、その辺がご理解できないと思ってるので今やってます。はい、以上です。